はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ皆さん、1周年記念スペシャル UR パック、こちら3枚ゲットしていただきましたでしょうか。これどういう、パックかっていうとね、運営さんが2周年記念ということで、僕らにね、サービスというところで、プレミアム加工が1枚必ずゲットできる、パックを無料でプレゼントしてくれるというね、そういう、なんだろうな、キャンペーンというかになってまして、で、ランダムでこの、全部で9種類あるパックの中からランダムで1枚ゲットするっていう、感じの、内容だったんですよね。で、それが一応3パックあるんで、3枚ランダムでゲットという感じで、本当に何が出るか分かんないパックで、僕はちなみにこの3枚やってました。ブルーアイズカオスマックスとダークレクエムエクシーズと、あとハーピーチャンネルっていうね。いや、ところで皆さんは何を引いたのかなと僕気になったんですよ。で、多分ね、このパック、問題がいくつかあって、シークレットパックの中にはね、やばいパックがね、紛れ込んでて。やばいパック。これやばいっていう、その捉え方は個々人によるから、正直その一概には言えないんだけど、今回はですね、皆さんが引いたパックの内容をツイッターで募集しまして、引き弱人類最強決定戦、これやっていこうと思います。最も引きが弱かったやつ優勝と。そういうね感じで、引きが弱いっていう概念がちょっと難しいんだけどさ、基本的にはランクマとか、あとロマンカールとか、使えるモンスターは、当たりとしてまして、例えば、ブラックマジシャンとかだったら、分かりやすいんだけど、例えばこのブラックマジシャンズとか、あとブラックマジシャンあたりは、結構使いやすいんで、割と当たりだというところで、これとかね、誰が使うねみたいな、いう魔導騎士ブラックマジシャン、もちろんね、弱くはないんだけど、誰もほぼ使ってないかなっていう、このモンスターとか、それからカオスソルジャーで言うと、カオスソルジャーはね、これのその汎用リンクとか、このアンヘルめっちゃ強いんだけど、これとかね、聖戦士カオスソルジャーとか、カオス使えなくはないけど、ちょっとこの辺やばいよね、出たら。で、やっぱさ、さすがにさ、この辺と比較すると割と引き弱いじゃん、これは。だから、そういう意味で、ランクマとか普通のその対戦ゲームとかの中で、ちょっと使いづらいなというモンスターが出てしまった方を、引き弱人類と、呼んで、このパック一番やばいんだけど、引き弱人類で呼んで、一番引きが弱いも、人を決めつけていこうという感じですね。はい。でですね、ツイッターでね、ものすごい量のね、リプライいただいたんですわ。これツイートじゃない、X か。X で皆さん UR かけてパックが引き終わりましたかと。ここで引き弱人類選手権を開催します。我こそは引き弱すぎという方は、スクショを送ってくださいと。言ったところですね、ものすごい、486件のリプライがありましてですね、ちょっと、一件ですね、見ていこうかなというふうに思うんですが、本当に弱い人類いっぱいいるのが、この辺でやばい。柳さん、まずハルバードキャノンスラッシュました。これが出てるので、ね、ポイント高いよね。ちょっとハルバードキャノンのさ、パック見てほしいんだけど、ハルバードキャノンテックジュナスだから、これか、これのさ、ピックアップ対象カード見ていただいたら分かるんですけども、こんだからそうそうたる顔ぶれの中で、やっぱね、これハルバードキャノンスラッシュバスターのやっぱ異質な存在感ね。いや、バスターモードでしか出せねえし、まずハルバードキャノン出さないとあかんし、これのロイヤルこそ使いどこねえだろみたいな感じなんだけど、これやべえよな。まずね、やっぱね、その優勝候補としてはこのハルバードキャノンを引いてるっていうのが結構ね、重要なポイントになってくるかなと、個人的には思っています。はい。このね、この方ね、ちょっと読み方わかんないけど、この方もやばかったね、割と。聖戦士、これレインボーダーク、レインボードラゴンのパックも、結構やばくて、どれ当たっても組んでない人マジいらんみたいなカードしかないんだけど、そんな中でもやっぱレインボードラゴンとか、レインボードラゴンオーバードライブとか、この辺は結構強くて出るんですよ。中でもこれね、レインボーダークドラゴン、これはね、マジで、エレメンタルヒーローレインボーネオスの融合素材になっているシーン以外俺ほとんど見たことない。ほぼ出ないと思うんだけど、
これをねやっぱね引いてるっていうのはね非常に強いね。強いってか弱いんだけど、引きとしては非常に引きとしては弱い。これ最初来た時優勝かなと思いました。はい、カオスイッチ、ハルバードキャノン、スラッシュバスター、魔導騎士ブラックマジシャン、あのガイアと融合する本やつなんかこのパックの中でも最もいら俺がいらねえなって思ったカードを全部引いてましたんで、この人ね、これ人結構優勝候補だったな。これね、これポイント高い、これこれもポイント高い。まずね、あのね、これ今回のパックの中でちょっと優勝候補の必要そのカード2枚として位置づけてるカードが2枚あって、まずハルバードキャノンスラッシュバスター、これはねやっぱね引く必要があります。これ引き輪人類の中ではやっぱ最強環境ティアワンと言われているカードなので引き輪人類界のティアワンカード、ハルバードキャノンスラッシュバスターと、あと、レインボーダークの方のドラゴン、レインボーダークドラゴン、こっちこの2枚はまずねやっぱね必要だと思ってる、あの優勝するには。まあちょっとチャネラーねまあまあ強いんで、カードとしては、はい、まあ、中継点でもあるんですけど、まあまあ強いんで、これちょっと優勝候補なんだけど、まあ一応惜しかったなって感じだよね。はい、まあ、これもやばいね。だからまあこれもまあ必要、UR カードはまあ1枚引いてる。でカオスウェッジとチャネラーっていう、まあそんな中でもまあまあ弱い方の、カードを引いてる。これもまあまあ結構やばい。はい、これも終わってんな、これ引き。まあ、まずビンゴマシン55とかいう、同じカード3枚入れないと確定サーチにならない最強カードとあとカオストロジャーの中では、最も使わないであろう聖戦士カオストロジャーと、あとあれで金玉ね、金貨玉城っていう、まあ、金貨玉城自体はめちゃくちゃ強いんで、パワー的にはカードパワー的には。ただそのレインボーデッキ組んでない人マジで関係ないじゃん、これマジ関係ないから、これ本当にマジ迷惑だよな。迷惑じゃない、うん。でね、これもやばいね、これもやばい。サラマンダー、まあ、サラマンダー強いけど、まあ、ちょっと中継地点だから、まあ、別にそんなロイヤルである必要ないし、カオスウィッチもまあ結構やばいし、あと、オッピーね。オッピーとかも今採用する人いないでしょ、ほとんど。イーモッタイズみたいな一回とね、ワンチャン入るかもしれないけど、それでもアークペンジャルの方だからね、入るの。さすがに採用できないから、まあ、エースモンスターなんだけどね、一応。エースモンスターなんだけど、さすがに入んなそうだなっていうところ。あ、これもやばいわ。これもやばい。まずね、希望鏡だっけ、希望鏡バリアンっていう、これはね、バリアンのパックなんだけど、このパックのピックアップ対象の中でも、まあ、これ結構やっぱ UR 多いんですけど、強いくてかっこいいモンスター多いんですよ。タキオンとかね、これめちゃくちゃかっこいいし、これの僕フィギュア最近買ったんですけど、めっちゃかっこいいです。これとか、まあ、サイレントドランスとかかっこいいんですけど、やっぱこの辺になってくるとやっぱうんってなって、まあ、セブンスワンはまあ、一応かっこいいか、セブンスワンかっこいいんだけど、これね、希望鏡バリアン、もうみんな効果知らんでしょ、効果。ああ、まあ、書いてること、まあ、つらつら書いてるけど、まあ、大して強くないんだけど、これ。で、このカードが、やっぱ、このパックの中では、やっぱ一番結構やばいなと思っているカードで、まあ、それをね、まあ、やっぱ敷いてるのも結構ポイントが、まあ、高いかなと。いうところと、ビンゴマシン55、さっき言ったように、で、レインボーダーク。これもね、割とね、合わせ技ではポイント高い、結構。うん、優勝候補ではある。で、これっす。これなんですよ。これを見て僕は衝撃を受けました。あのね、全部芯外してるよねこれさ、全パックの全てのボールをね、全部ファールで捉えてるんだよね。でそのマシンで捉えられずに、その引いたパックはまあ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 みたいな感じなんだけども、全部の球をあの全て芯を外して、もう全部なんだろう、ピッチャーフライ、ファーストゴロ、セカンドフライみたいな感じこれやばいでしょ、ハルバードキャノンスラッシュバスター終わってる、レインボーダークドラゴン終わってる、聖戦士カオストロジャー終わってると。この引きなかなかできんくないか、これ。これサバカンさんマジすげえな、もうこれ尊敬に値する。これに関してはマジで心拍で強化された TG の5分の3を外し、アーケードチャンスもリンクカオスのスライ引きず、とどめのほぼ全ハゼの砲撃中の中でも特にハゼなレインボーダークはさすがにひどすぎますと自分で解説しちゃってるけどね。あ、これ書いてるわ、レインボースラッシュマスターとレインボーダークを引かずに引きを買ったっていうのは甘いなと思ってますと。その通り、もうね、おっしゃる通りなんですよ、マジで。これさすがにやばいな。うん、
まあ、結構ねこれ以降はね結構ねやばい人結構多いんだけど、まあ、言うてねそのインパクト的には足んないかなって感じがした。もうこれとかもねオルテラとかその何、の怪物とかかっこいいじゃん、強いじゃん、俺スター欲しいもん、俺なんなら欲しい、あのハーピーチャンネルで交換してほしいもん。いやまあみんな結構引き弱い人類めちゃくちゃ多いけど、ちょっとさすがにインパクト的にはねやっぱ俺はこれだったなっていうのはもう決まってんだよね。まあちょっと優勝を決めていこう。はい、優勝者こちら、もう圧倒的、これ圧倒的マジで本当にもう大差つけてる、2位以下に、2位以下の大差。全部芯を外して、3打席中、全てボンバに終わっているサバカンさん、ファーストゴロ、ピッチャーフライ、セカンドフライ、これで終わっている、サバカンさんの引き、これが優勝です。これが優勝の引きよ。これが優勝者の引き、見ろ、ハルバードキャノンスラッシュバスター、レインボーダークドラゴン、聖戦士カオスロジャー、終わってるやろこれ。いやこのカードたちが悪いと言ってるわけじゃないからね、別にまあ、もちろん出せたらハルバードキャノンスラッシュバスターも強いし、聖戦士カオスロジャーもなんか出してたらめっちゃ強いからさ、まあ、性能としては、ね、悪くないんだけど、やっぱそのパックの中で言うともうちょっとやっぱ使いやすいモンスターがいるから、その全部芯を外してこれのロイヤル引いてんのマジかっけえなって、はい、思いました。いやマジこれ優勝でいいんじゃねえかな、さすがに。これブックマークしとこう。はい、というわけで、いかがでしたでしょうか皆さんね。まあ皆さんも何を引いたのかちょっとわかんないんですけども、まあこの引きを見たら元気出るんじゃない。俺はねこのサバカンさんのねこのリプライを見てね、すげえ元気もらったよ。なんか嫌なことあってもこの画像を見たら忘れることができそう俺。なんか勇気をもらえるよね。そういう引きだと思ってますね。はい、このパック皆さんどう思います。これランダムの方が俺は面白いと思ってるんですけど、正直ランダムの方が面白いなと思ってるんですけど、ただやっぱその今回の引き弱人類のたくさんの人の意見を見ると、選ばせてあげた方がいいんじゃないかなとも思い出してきました。さすがにね。はい、というわけでちょっとコナミさんにはぜひねその辺ちょっとご検討いただければなというふうに思います。では次は3周年引き弱人類選手権でお会いしましょう。じゃあね。